が正しいなんて馬鹿げてるよな。実際自分は死んでもよくて、周りが死んだら悲しくて、それが嫌だからっていうエゴなんです。他人が生きてもどうでもよくて、誰かを嫌うこともファッションです。それでも平和に生きようなんて素敵なことでしょう。画面の先では誰かが死んで、それを泣きで誰かが歌って、それに感化された少年がナイフを持って走った。僕らは命に嫌われている。価値観もエコも押し付けて、いつも誰かを殺したい歌を簡単に電波で流した。僕らは命に嫌われている。軽々しく死にたいだとか、軽々しく命を見てる。僕らは命に嫌われている。知らない僕らは命に嫌われている。